ささあ皆さん本日もよろししくお願いしますすテレビオーチャンネル元放送作家の長谷川隆品です今回は日テレが安倍元首相の銃撃事件をバラエティで扱う「世界仰天ニュース」での中居さんとヒ美さんの発言が物議タレントを矢面に立たせ免罪符にする終幕極まりない同局の手口についてその舞台裏を解説していこうと思います。 ということでこの番組でも一回テレビにまつわる考察や時に辛辣な批評を元テレビマン視点で語っておりますので是非チャンネル登録よろしくお願いします。さて 日テレの番組がまたしても火柱を上げています正福亭鶴瓶さんと中井正宏さんが MC を務めるザ世界経験ニュースこの日の番組では安倍晋三元首相の銃撃事件をテーマに再現を交えつつ山上被告の人物像に迫ったわけですが最初に結論じみたことを言っておくと、まあ、やはり日本テレビは数字のことしか考えていないのだなと改めて実感百歩譲って報道特番を編成しての特集ならまだしも こうしたセンシティブな事案を再現ドラマを交えバラエティ枠で特集すること自体どうかしていますしかも旧統一教会側からのクレーム、まあ、あるいは訴訟リスクを回避するためなのか演者を矢面に立たせて中立的なコメントをさせるさらにそのコメントをフォロー、まあ、要は喋りスーパーまで当てて強調案の定タレントに批判が集まっていますこういうスタンスを取るのであれば、まあ、番組が背負うのが筋でわざわざスタジオでタレントにコメントさせるべき ではないそもそも明らかに中居さんの発言は台本ですからねリスクしかないのは言うまでもありません。ということで一体どんな放送内容だったのか中日スポーツさんの記事を引用しますね。 13日に日本テレビ系で放送されたバラエティ番組「ザ・世界仰天ニュース」の放送内容が物議を醸しているこの日は22年7月に奈良市で安倍晋三元首相が射殺された事件を取り上げたこの事件で殺人罪で起訴された山上徹也被告について 旧統一教会によって家族が崩壊し犯行に及ぶまでの様子などが再現ドラマで放送された番組内では教団が起こした霊感商法などの問題を取り上げつつ司会の中居正広が宗教によって本当に助かっている団体もあって人たちもいるんですよね と発言。ゲストのヒロミも「それは間違いなくいると思うし今でも統一教会でも別にそう思っている人がたくさんいるんだろうし」と語ったヒロミの発言部分には「教団に救われている人もいる」とテロップが入ったこのやり取りに X では「それは救われてる」と信じ込まされて騙されてるだけ洗脳って話なのにヒロミさんあまりに不用意じゃないか統一教会を擁護してる風に聞こえました 統一教会に人生と財産を奪われ苦しんでいる人たちがたくさんいるのにそしてその団体と萩生田含め自民党議員との関わりが明らかになり問題となっているのになると荒れ気味になった一方で「これ発言自体はおかしくないけどテロップの付け方がおかしいんですよ」との見方もある。 またヒロミは自民党と教団との関係については「国の代表とする人たちが崇めている絵は見たくなかった」「そういう人たちに国を動かしてもらっているというのはちょっと僕らは一体どこにいるの?」っていう感じはしました」と見解を述べていた「現在 TVer ではこの13日の放送分がコンテンツの配信が終了しました」と表示され視聴できなくなっておりさらにネット上で憶測を呼んでいる」という感じになっていました でまあ、実際に X 上ではこの中井さんとヒロミさんのともすれば旧統一教会を擁護するようなコメントに対しもっと辛辣な意見も散見されましたね例えば次のような内容ですこんな発言テレビで平気でしてるタレントありえないでしょうすげえないまだに統一教会を宗教と認識している馬鹿が存在するんだなそんな馬鹿が恥ずかしげもなくテレビに出れるんだないやほんとすげえわ とりわけヒロミの方が叩かれているように感じるけど中居もヤバいね家族をむちゃくちゃにして被害者まで出していることの重大さをまるで分かっていない昨夜の仰天ニュースではまさかの統一教会擁護発言ヒロミという人の底の浅さがよく分かりました中居君とヒロミさん取り返しのつかないことを言っちゃってる自覚がないよ さらにひろみさんと萩生田氏が共に写っている写真をアップした上で壺タレントだったり萩生田ひろみというような、まあ、皮肉に満ちたハッシュタグまで出現していました、まあ、ただこのクラスのタレントさんであれば政治家との写真ぐらい撮るとは思いますけどねちなみに先に断っておくと、まあ、このお二人中居さんとひろみさんを擁護する意図など一切ありませんからね何ですかねこうした論評をすると擁護的に見えると好き批判的に見えると嫌いというように、まあ、好きか嫌いかという 視点ででしか物事を判断できない小学生レベルの方が多くて困惑まともな日常生活が遅れているのか不安になりますいやなんなら個人的に中居さんもひろみさんも苦手なタイプのタレントさんですが、まあ、それとこれとは別問題というのも、まあ、番組の演出自体が終悪極まりない正直このお二人はテレビの犠牲者だと感じます何よりまず驚いたのはひろみさんのコメントフォロー、まあ、要はしゃべりスーパーです 要はこういういいテロップですよねいやもちろん軽く変えたりすることはあるものの今回のケースではヒロミさんが言ってもいない字幕が当てられていて悪意のミスリードと言わざるを得ませんまず司会の中井さんが VTR を受けてこういうういいい宗教にによっってて本当に助かるる人たちもいるんでしょうねと発言するとヒロミさんはこんな受けのコメントをされますそれは間違いなくいると思うし今でも統一教会でも別にそう思っている人もたくさんいるんだろうし。 するとこのひろみさんのコメントに対しなぜか番組はこんな喋りスーパーを当てます。教団に救われている人もいる。いやこの言い訳はさすがにルール違反です。支持的にも程がある。ひろみさんはあくまでも個人の感想として言及。思うとおっしゃっているのに対し字幕では教団に救われている人もいると断言までしています。中にはこのぐらいの要約仕方ないだろうという声もあるかもしれませんがとんでもない話。このクラスのタレントが言い切りを避けてまあ、どれだけこうした発言に気を使って ていることかいやそんなこと制作サイドが一番分かっているはずですそして分かった上であえてこうした言い切りの喋りスーパーを当てて強調する裏を知る人間から言わせるとまあ、とんでもない悪意を感じる印象操作ですしかもなんならそもそもの中井さん発のコメントこういう宗教によって本当に助かってる団体もあって人たちもいるんでしょうねという発言に同意したヒロミさんにこれ全責任を押し付けているようにも思えますつまり番組として中井さんに全責任 をなすりつけるのはひよってしまったわけですが、まあ、ひろろみさんならいいいだううというわけですそもそもこの中井さんの中立を装うようなコメントは明らかに台本ですからね。 そそしてヒロミさんはれれに引っ張られた形ちなみにこの中井さんの発言まあコメントというより番組の構成としてはゲストにコメントを求めるためのフリという機能を持つセリフなんですよねそしてこうした MC が口にするフリのコメントは台本にきちんと記すのが常識ですなぜなのかというとこのフリという軸がブレてしまうと番組構成自体が破綻しどう転ぶかわからなくなるからです特にこうしたセンシティブな内容であればあるほど司会のフリのコメントはきっちり と台本に書き込まれていますつまり何が言いたいのかというとこの中井さんの発言は番組の意思であるという証さ台本打ちでプロデューサーや総合演出の指示によって放送作家がその意向をそのまま台本に落とし込むわけですでは一体なぜ番組がこうした中立を装うと言いますか旧統一協会を擁護するようなコメント二郎を設けたのかと言いますとそれは言うまでもなく同教団への配慮ですよねそれくらい今回の番組バラエティの v、T TR としては攻めていた。まきり込んでいました。 つまり配慮と言いますか、まあ、単純に同団体からのクレームを恐れてのことあるいは訴訟対策という側面もあるかもしれませんところがタレントの感想としてそうしたコメントを演者にさせてしまうとどうなるのか当然お前ら統一教会を擁護する手先なのかなどと批判が殺到することは明らかであり事実そうなっています想像力の欠如と言いますか、まあ、個人的にはこれタレントに全てを背負わせようという番組の意図企てがあってのことだと感じます いやこんなことを言うと中には深読みしすぎだろうという声もあるかもしれませんがいやいや番組が言いにくいことを演者に代わりに言ってもらうなんてこれテレビの常套手段ですからね。 報道はもちろんこうした情報番組や教養バラエティの構成というのは基本的に番組が言いにくいことを誰に発言してもらうかということに苦心しますいかに番組自体は無色透明を装いステルスで物申すかを考えるわけです事実構成会議等ではこれ誰に背負ってもらうというような発言は日常的に飛び交っていますしそもそも情報番組等でわざわざ専門家をアサインしなくてもいいような局面でもそうしたコメンテーターをブッキングするの 番組の言いにくいことを彼彼女たちに代弁してもらうのが狙いですあれって権威性やファクトの情勢というより一番の狙いは番組として言いづらいことの代弁にすぎません要は番組自体がいかにケガをしないために免罪符を設けるか。 テレビの上層部にはそういういやしい考えしかないんですよねしかもその代弁者は内外問いません記憶に新しいところで言うと例えば「24時間テレビ」ですよね系列局社員の募金着服問題あの件を受けて番組を越境してまでお詫びあんげをしたのは同局の三浦麻美アナウンサーでしたあれもまた彼女の好感度に全てを背負わせようという日テレの企てですちなみにあの時は三浦麻美アナに同情が集まりましたが今回はそういきませんでした こうして中居さんやひろみさんに批判が殺到したことを受けて TVer からも当該動画削除されてしまいます結果切り取られた中居さんとひろみさんの発言だけが一人歩きさらに批判を集める格好にそもそもこれ100、まあ、歩譲って台本ではなくて中居さんのアドリブ本当に彼がそう思っての発言だとして危機管理的な視点で言うと番組がカットしてあげるような事案ですでもそうはなっていないいやそりゃそうですよねそそもそもタレントに背負わせることが 番組の狙いですから番組の意図としては統一教会へののの配慮のための保険かといって番組の意思として同団体を擁護するようなコメントをすると番組自体が批判を集めてしまうそこでタタレントの感想というスタイルを取るわけです本来 VTR 中にそういう中立性を担保するような記述を番組の意思としてナレーションで設けることはいくらでも可能ですしつこいくらい繰り返しますがでも番組としてのそういう意思は示したくはないので タレントに背負わせスタジオで彼らにそういう免罪符となるような発言をさせるしかもこの手の番組では再現 VTR に比べるとどんな大物タレントがゲスト出演していてもスタジオでのこの手の感想トークは視聴率が大きく下がる傾向がありますつまりリスクを最小限に抑えようと目立たないブロックでこっそり保険を打っておいて仮に同団体からクレームが入った際の備えとしたわけですがこの時代そうはいきません SNS 上で有志たちに発見 され演者に批判が殺到いいか減んこうした出役を矢面に立たせるような卑怯な手口やめにしませんかそもそも冒頭でも触れた通り報道特番を編成しての特集ならまだしもこうしたセンシティブな事案を再建ドラマを交えバラエティ枠で特集すること自体も、まあありえない話だと思います何より懸念するのはテロリストへの感情移入 結果、美談として消費され、大きな同情表を集める。感情論を持ってこうした犯罪を擁護することにもなりかねませんからね。とにかくまあ、普通に考えればこの時期に、しかもバラエティ枠で、こうした特集は組みません。ところが強行した、もちろんその裏にあるのは視聴率。同局が数字のことしか考えていない裏付けにもなっています。何ですかね、個人的には日テレの焦りを感じます。数字的にもテレ朝に脅かされ、何より一連の不祥事を受けての逆風。とはいえ、全てが時 自得やるここととなすことを裏目に出てしまう一体日本テレビはどこへ向かおうとしているのかまあ何がしたいのでしょうか『24時間テレビ』はもちろんセクシー田中さんの件も含め倫理観の底が抜けた曲というイメージ払拭に必要なのは何か突飛な行動を起こすことなのではなくてむしろ何かをやめるという選択そして何より誠意だと思いますけどね。 というわけで今回の動画は以上になります。この番組では毎回こうしたテレビに対する考察や的に辛辣な比喩を行っております。今回少しでも参考になった、面白かったという方は高評価ならびにチャンネル登録よろしくお願いします。あと、X もやってますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で。